技では負けても実力では負けない。アポコアレッセロレッセロ。はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーボイルです。昨日までオリックスバファローズ交流戦実質5連勝をかましまして、はい、ね、1戦目中地を抑えて、2戦目昨年オールスターの辰巳が打って、で3戦目実質勝利、正真正銘勝利で、4戦目松葉が全員増えた勝利で、昨日は三ツ俣が打ったから勝利、はい、5連勝で迎え、実質5連勝で迎えた今日の中日戦、8対0オリックス勝利、オリックス優勝や。8対0完封勝利、大量得点、文句のつけどころだし、これ強いチームやろ。そうですね、昨日山本由伸投手で残念な結果になりまして、ねえ、ねえ、今日今シーズンどちらかといえば不調の宮城投手、そして相手はセリーグの中日のエース柳投手、かなり苦しい戦いが予想されたんですけども、相手先発の柳投手、これちょっと序盤からかなりなんかね荒れてまして、らしくないピッチングと言いますか、いきなり福田選手に先頭ねデッドボールを与えまして、ね、明治大学の先輩後輩対決ということでね、先輩にデッドボールを当てて、もういきなりそこでちょっとなんかね狂ったんですかね。やっぱ今の球界は明治大学がね、牛耳ってますからね。選手、幸也選手投手もね、明大で、中日も、あと、柳投手の他に、阿部選手もいて、ね、あと、ロッテ、岡ピロミ選手がいてね。で、そのラスボスがここで島内。明大強すぎやろ。明大しか勝たん。そして、宗選手がヒットで繋いで、そして、中川選手のラッキーな内野安打で1点先制です。はい。で、まあ、その後ね、マッカーシーがゲッツー打つんですけど、マッケー！はい、それでね、結局、この回、まあ、ノーアウト1、3塁を1点で終わるっていうね。しかも内野ゴロの感じ。これちょっと昨日僕がぼやいた、そういう内野のゴロのその渋い1点で終わるなよっていうのに当てはまるんですけども。これ次の回ですね。これ次の回、また相手のパスボールなどもありまして、ね、ミスも絡んでまた1点取って、はい。まあ、ここでまた終わるかなと思ったんですけど、次、太田亮選手が、タイムリーツーベース！おりょ！そうそうそう！それを待ってた！その相手のミスに救われて、点を取る。で、そこで終わってた。で、そういう渋い勝ち方をしてから勝っても思んなかった。うん。でも、ここで畳みかける。お量の畳みかけ、これ素晴らしい。ここで畳みかける素晴らしい。今日の生配信中も言ったんですけど、オリックスのことを要介護打線とね、相手のミスとかの介護がないと、絶対点を取れないっていうね、そういう揶揄をしてたんですけども、ついに本日、この要介護打線卒業かと。そして3回にはまたこれチャンスを作りまして、ノーアウト満塁で、本日、一軍に昇格即すため、T 岡田選手が！さあ、やはり復帰後も、やはりチャンスがついて回る男 T 岡田。さあ、ここのノーアウト満塁場面で、行ってくれと。やってくれ！ここでなんと、まあちょっと若干角度詐欺ではありましたが、しっかりと犠牲フライを決めて、T 岡田選手今シーズン、初打点、入っていったいろー！そして伏見選手も犠牲フライを打って、この回も2点、5対0！まさか柳投手から5点も取れるとは。まあ、柳投手の今日の調子が絶不調だったとはいえども、まあこの柳投手からの5点っていうのは、自信になるんじゃないですかね。そして先発の宮城投手は、今日はもう、ほんと去年の前半戦、一番いい時のピッチングを、彷彿させる、緩急をつける素晴らしいピッチング。先頭は結構出すんですけども、そこをしっかりと切っていくと、うん。ほんと連打を浴びる気配がなかったです。そして迎えた5回、ラオウ選手がツーベースを放ってチャンスメイク。はい、ワンアウト二塁。ここでまた回ってきました。やはりチャンスで回ってきます、T 岡田！このチャンスで燃え上がれ。ここもやってくれ！T 岡田選手！なんとここで復帰後初ヒット初タイムリーのライトにタイムリーツーベース、はい、ゲタイロン、タイロン、あなたも待ってました。やっぱあなたがいれば野球が面白くなる。オリックスの打線が面白くなる。大砲がいないから。ラオウもなんか最近にアヘダンやったからさ。ね、4番中川とか言ったけど、中川選手ももちろんいいですよ。いい選手ですけど、4番中川選手、まあ、相手からして、で、その、長打の怖さはあまりないじゃないですか。っていうところで、まあ、D 選手今日は4番じゃありませんけど、まあ、これ復調していけば、
中軸座ってくれと。T が中軸おったらおもろいぞ、野球が。さあ、T 選手にね、今季初のね、ヒットが出まして、もう、この時点でもう、今日はもう、お腹いっぱいやったんですけど、まだ、待ってるんですよね。おかわりが。7回の裏、これ、杉本選手が、ね、先ほど最近アヘタンしてると言いましたが、この僕の言葉を聞いたんですかね。谷本投手のもう内角ギリギリの球をしっかり腕たたんで、もう久しぶりの3号ソロホームラン、よっしゃー。そしてもうこのラオウ選手のホームランで余韻に浸ってるところ、すかさずやってくれました、この男が。谷本投手から T 岡田選手、この組み合わせ、なんとここでラオウの余韻冷め上がる中、ライトスタンドに一得点、今季1号ソロホームラン、タミノ。この谷本投手から T 岡田選手、2014年の CS のホームランを思い出してますよね。やっぱね、 T のホームラン綺麗なんですよ。これが去年のオリックスですよ。そう、もう、今シーズン、もう何が足りないか。正隆もいたけどね。その正隆がいてもやっぱ何かが足りなかった。ラオウがね、不調でも、それもあったけど、やっぱ、T の存在ですよ。T がこういうところで一発を打ってくれる。これがオリックスですよ。T の活躍なしではオリックスはありえない。ありがとう、高弘。そういうことで、今日8対0ということで、もう文句のつけどころのない快勝。うん、まあ、ピッチャーの宮城投手は今日7回無失点。はい、完全にいい時のピッチングを取り戻してます。今日はネオ投手がね、ネオ選手が、投手として登板してきてね、普通にゼロに抑えられたんですけど、まあ、そこはご愛嬌。これで8対0、交流戦、まあ、実質6連勝継続ということで、あさってから、ハマスタで、DeNA 戦。さあ、待ってました、この時は、ハマスタクリニック。去年はこのハマスタで殴り合いをしてから、チームのみに乗ってきました。さあ、この温まりかけて打線、ハマスタでもっと温めてと、もうこのハマスタ頼みですから。もう横浜さんの力なしで僕たち、もう何もできません。あなたたちに全て託しました。お願いします。で、あと今日2軍で正隆が、なんか、3打数3安打だったらしくて、もう多分ハマスタで上がってくるんですけど、これもうついにオリックス完全打来ましたね。正隆、ラオウ、T、3人大砲揃い踏み、来ましたね。これこっから交流戦。まあ横浜さんたちしたら全然優勝あるんで、やってもらいましょうや。フレデブレー！今日の辰巳は4打数2安打。今日のここで島内は4打数0安打。ゲッツー1個。うん。ここで島内はないやろ。